なんかアクシメの本が炎上して、まあ、レビューが書けなくなったりとかして、まあ、評価ができなくなっているんですけども、はい、ただまあその江守氏の前の本 のアクシメ様っていう本に関しては評価ができるみたいで、うん、それでなんかレビューも 1.5 まで評価が落ちてるみたいですね。ああ、そっちも荒れてるんですね。で実はなんかこの本以外にもそのアクシメの本に関してなんか騒動が影響してるみたいで、はい、アクシメ系信者の、まあ、擁護している高清水優子さんの本もなんか発売が延期してるみたいですね。発売しようとしてたのに。そうですね、まあ、発売がもう未定っていう形で無期延期っていう形で、まあ、なってて、はい、まあ、この高清水優子さんっていうのはそのチャンネルクララとか、まあ、そういったところで、まあ、アクシメ系を擁護するというか、まあ、そういう形でも上げる放送をまあしまくってる人なんですけども、はい、まあ、この人もなんか出版を見送ったっていう形で、まあ、この人はなんかその YouTube とかでもアクシメ系をまあ叩く人たちはまあ、行動を断絶する人たちだみたいな感じで訴えたりとかして、はいはい、まあ、YouTube とかで頑張ってたりとかしてるみたいなんですけども、今回出そうとした本がアクシメ家の子育てっていう感じのタイトルだったんですけども、うん、まあ、この本がなぜかもうその発売延期で、まあ、未定になってるっていう形で、へー、まあ、やっぱその炎上して、まあ、過去の本までね、うん、まあ、レビューが落とされたりとかそういうこともあるでしょうから、まあ、本を出版できないのかなっていう形で。そうでしょうね。特に女性の方だからコメント欄とかが荒れて、その誹謗中傷とかを見てしまうと、メンタル的にもなんかやられそうですしね。いや、メンタル的にやられる人やったら、こんな活動家やってませんからね。やってない。YouTube 使って、その、お金もらって活動してるわけだから。はいはいはい。で、ただまあ、そのお金もらって、もう炎上するのが分かってるっていうので、まあ、なかなかそういった本を出せないっていうところで、まあ、あるんでしょうけども、まあ、その、せっかくね、自分を支持してくれるファンがついてるのに、まあ、そのレビューを見たら、離れてしまうっていう可能性もあるっていうのもあるんでしょうけどね。はい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 。今までせっかくまあ洗脳してきたファンをまあ失ってしまうっていう形で、まあ、本を出さないことがまあベストだっていう形でまあ考えたのかも分かんないですけども、まあこの秋篠宮の本のねレビューとか見てしまったらもうそうなるでしょうね。そうですね。ただまあこういった批判に対してまあ正々堂々と反論できたらいいんですけども、はい、まあ、反論ができないっていうことですね。まあ、擁護している割に反論ができないっていう形で、まあ、そういうことなんでしょうけども、うん、この本は実際その昨年3月に出版予定だったんですけども、そこからずっと発売延期をしてずっと発売されてないままっていう形で、まあ、無期延期の状態なんですけども、はい、まあ、本が出来上がったのがまあ昨年3月なんですけども、うん、そこからずっと出してないっていう形で、ちょっと昨年3月のタイミングって言ったら、まあ、小室文書が出るタイミングが4月とかあったんで、まあ、もうすぐ出版やからそれまではちょっと延期しておこうかなって感じで最初は考えてたんでしょうけどね。はいはいはい、はい、そのこの小室文書の内容があまりにも最悪で、でしかも、まあ、その小室文書に眞子さんが関わったっていうのも分かったりとかして、あ、まあ、その辺で、まあ、その本のタイトルがね、その秋島家の、まあ、子育てみたいな感じの内容だったから、うん、まあ、眞子さんにも影響してくるっていう形で、内容変えなあかんわみたいな、まあ、眞子さんにも関係してくるしなみたいな感じで、まあ、炎上して出すタイミングがなかったというか、はいはいはい、あの時はすごいね、小室文書出した時にめちゃめちゃ炎上しまくってましたからね。しまくってましたね。まあ、逆に擁護しても、まあ、それでまあ炎上しちゃうかなっていう形で。まあ擁護できなかったですけどね、あれは、さすがに。そうですね。うん、まあ、最近でもね、本とか週刊誌とかで秋島家をまあ擁護しようとまあ必死ですけども、ただまあ、その秋島様はね、自分は天皇陛下が人格否定発言の時に、その時の天皇陛下に確認しろみたいな感じで言ってたくせに、うん、まあ、こういう自分の気持ちを伝える本っていうのは天皇陛下に許可を取ってませんからね。ああ、確かに勝手にね、もう出してしまってから報告したぐらいな感じですね。まあそんな感じで、ちょっとまあ矛盾してるって形で、はいはいはい、まあ、ちなみになんかそのこの間出版されたマコクライシスっていう、まあ、本も、まあ、目次を見てみると、愛子様人気を作り出す世論は正しいのかっていうような、まあ、内容とか、なぜ女性女系天皇が必要なのかみたいな感じで、うん、ちょっとまあ分かりやすいタイトルというかね、まあ、その打倒愛子様というか、まあ、その愛子様人気を出させてはいけないというかね、へ、まあ、かなり愛子様にまあビビってるのかなっていうのが、まあ、悪分かりというか、はいはいはい、まあ、愛子様人気がめちゃめちゃ出てきたんで、愛子様じゃ危険ですよみたいな感じの内容にしたかったでしょうけども。ああ、そういう感じですか。まあ、なかなかね、これに関しては国会議員とかも女性天皇についてあまり議論する議員がいないんですけども、うん、一応まあ党としたら、まあ立憲民主党とか共産党とかは、まあ、女性天皇と女系天皇にまあ賛成っていう形で、まあ、女性宮家にも賛成してたみたいなんですけども、はい、なかなかその皇位継承問題とか、まあ、それに関してはね、議論が進んでないというか、全然進んでないですね。考え方としては男女に限らず天皇陛下の長所を優先するっていう形での考えらしいんですけども、うん、まあ、その辺の議論については
あんまり進んでないっていう形で ね, ですね。あんまりそこは中心的な考えとしては、まあ、政党の考えとしてないのかなってことではあるんでしょうけども。愛子さまもね、正直4月から学習院大学、まあ、行ってますけど、結局ずっとリモートで未だに投稿もしてないということで、そんなにね、あの表立った記事にもならないから、ちょっと今影を潜めている感じで、もうちょっと存在感出してもらって本当はいいんですけどね、なんか記事とか上げてもらって。ただその存在感がないはずやのに、愛子様人気が絶えないんで、ちょっとまあその悪しめっけがビビって記事とか本とかを出させてるっていう状況ですね。そういうことなんですね。よっぽど悪しの見分け側がやばいんですね、だからそうですね、露出すればするほどイメージがマイナスになっていきますからね。まあそうですね。ただまあ共産党とか一応まあ女性女系というのを容認とか言ってるけども、実際は皇室破壊を望んでるというかね、皇室の廃止を掲げてるっていう形があるんで、はい、まあ、あまり意味がないかなってところで、まあ、テーミスとかでも女性女系というのには反対の記事が書かれてて、うん、まあ、共産党っていうのは、まあ、将来の天皇の権威性を弱めるために女性天皇を容認してるっていう形で書いたりとかしていて、うん、まあ、さらに小室圭と眞子さんの子供が天皇陛下になる可能性についても、まあ、書いてて、まあ、このように確かに、ね、その昭島家の行動が移ってしまったら、まあ、そういう事態になってしまうんですけども、はい、テーミスとしては女系天皇を認めてしまうと小室圭のような子供が天皇になる可能性があるからっていう形で、うん、まあ、反対っていうような書き方をしてましたけども、はい、ただまあその昭島家にかけて言うと、まあ、その身辺調査をしてなかったから、まあ、そういう状況になったっていう形で、まあね、まあ、この辺でね、その天皇陛下とかはちゃんと帝王学とかもしてるし、身辺調査とかね、まあ、そういった形でお相手を見つけることもやってるし、まあ、そういう形で帝王学と身辺調査とかをしっかりしておけば、うん、まあ、そういった問題もまあないのかなっていう形で、確かに、まあ、その辺でね、まあ、それを前提にすれば女系天皇でも問題ないんでしょうけども、はいはい、ただまあその少なくともその女性天皇で反対をする国民っていうのは、女性天皇にしてしまったら女系につながるかもしれないっていう形で反対してる人がいるぐらいで、まあそういうことですね。昭島家になってほしいっていう形の国民っていうのはほとんどいないでしょうね。いないでしょうし、うん、まあ、逆に言ったらそのお金をもらってる活動家ぐらいしかね、昭島家に天皇陛下になってほしいっていう国民はいないでしょうけどね。はい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 。もう別にその愛子様に限って言えば反対してる国民っていうのはほとんどいないんじゃないかなっていう形では。いやまあいないでしょう。まあそんな形で女系につながるかなみたいな感じで、まあ洗脳して、まあ久しぶりにしようみたいな感じで、まあ安倍首相とかがね、まあ必死に動いてたんでしょうけども。そうですね。なんか愛子様の記事でね、まあ今リモートでずっと学校に行ってないのも意外なメリットがあるみたいな、小室圭みたいな変な虫が寄ってこないから出会う機会がないから、それはそれでいいんじゃないかみたいなね。そうですね。記事とかもちょこちょこ出てて、まあ愛子様の結婚相手なんかは絶対その身辺調査めちゃめちゃするんでしょうけど。そうですね。逆にこの昭島家を擁護する、いつもツイッターとかで昭島家を擁護しまくってる竹内久美子さんっていう人がいるんですけども、はい、まあ、この人がこの間そのウィル増刊号っていうチャンネルとかで、まあ、その昭島家擁護の対談とかをしてたんですけども、うん、ちょっとこの内容がちょっとまあ笑っちゃって、まずその昭島家が、まあ、唯一と言っていいぐらい反日勢力や外国勢力の手に落ちてない皇族っていう形でね、はい、ただ一つの、まあ、皇族というか昭島家だけがその反日勢力とか外国勢力の手に落ちてない、抵抗しているご一家だみたいな感じの、まあ、解説してて、はい、で逆にその天皇陛下は反日勢力の理由としては、2008年11月12日に学習院の創立100周年記念に出席されて、で、まあ、そこと同じ会場で中国人民歌劇団の公演が行われて、うん、でその公演を指揮してたのが習近平の妻 でそこにお忍びで出かけられたから外国勢力の手に落ちてるだろうみたいな感じで対談をしてて、はい、そこで対談をしていた、まあ、司会の人は、まあ、その情報だけでは何とも言えませんねみたいな感じで、まあ、論破されてたんですけども、確かに、で竹内久美子さんは天皇家に攻撃できる材料は2008年まで遡らなければ、まあ、見つからなかったんだろうなっていうところはあるでしょうけどね。はいはい、あんまりないってことだね結局。で一応まあその件を調べてみると、うん、実際にはその2009年の11月で竹内久美子さんの記憶も、まあ、間違ってて、まあちょっとまあ落としだしボケてきてるのかなって形ではありましたけども、はいはい、でさらにちょっとまあ調べてみると、まあ、なんか話では同じ会場におったところの、まあ、中華人民歌劇団のところの公演にわざわざ挨拶しに行ったみたいな感じの対談の内容でしたけども、実際には学習院100周年の記念を盛り上げるために中国オペラを公演してもらったって形 でそこの芸術総監督の指揮が習近平の妻っていう形で、まあ、天皇陛下としたらその学習院100周年記念を盛り上げてくれたオペラの人たちを讃えてくれたというかね、まあね、うん、まあ、披露してくれたことに対してまあお礼を言ったというかね、うん、まあ、そういう形なんでしょうけども、まあ、それだけで反日だっていう形でまあ決めつけてみたいですね。にぎわかった情報のね拡散され方というか、うん、まあ、考え方、まあ、論点がずれてというか、うん、まあ、そのもしその起こるんであれば
怒る相手っていうのは学習院で、学習院に対してなんで中国オペラを読んだんだっていう形で怒るんだったらまだ分かるんですけども、はいはいはい、確かに。その天皇陛下としたら、賞を盛り上げてくれたわけだから、うん、まあ、それが誰であろうとね、盛り上げてくれてありがとうみたいな感じでね、言うでしょうし、そうですね。まあ、この辺が、まあ、どうなのかなっていう、まあ、逆にその昭島家だけが、その反日勢力じゃないから、ターゲットにされてるみたいな感じで、まあ、そういう発言もしてて、この人、ちょっと頭いかれてるのかなって感じではあったんですけども。ちょっと間がずれてますね。そうですね。ちなみにそこで司会進行の対談相手が、まあそれはつまり小室圭のようなやつが近づくのを阻止しようということですねみたいな感じで言ったら、まあそれはそうなんですけどねみたいな感じでちょっとまああたふたしてましたけどね。でまあその、まあ、昭島家を擁護しまくる竹内久美子さんでも小室圭と結婚したマックさんを、ね、擁護することはできなかったのかなっていう形で、まあ難しいでしょう。まあそういう形なんでしょうけども、まあ、逆にその今後その小室圭のような人が近づかないためにはまあどうすればいいかってことをまあ考えないといけませんねみたいな感じのまあ話になってて、はい、まあその昭島家を叩くことができないから、まあそれは宮内庁が悪いみたいな感じで言って逃げてましたけどね。まあ、なかなか小室圭みたいなのもね、まあ、あまりにも特別というか、まあ、そうはいないんですけど、普通に考えたら。そうですね。まあ、この動画のタイトルが、なんか、その、過激化する昭島家バッシングの危険っていう形の、まあ、タイトルとかでやってましたけども、まあ、その昭島家を擁護しまくる筆頭とも言っていい、竹内久美子さんですら、矛盾しまくってね、顔が引きずりまくっててやってましたけども。そうですね。ただ、まあ、その天皇家が反日の疑惑があるってなったら、その昭島家はどうなるんやって感じのね、まあ、話になって、その例えばその昭島家では、まあ、佳子さまと眞子さまが国際基督教大学に行きましたけども、うん、もうその入った時点で反日ですからね。本当に逆に言ってしまえば確かに確かに、うん、一般人がキリスト教の大学に行く分には全然問題ないんだけども、うん、皇族がいたらダメだろうっていうところもあるでしょうし、そこに関しては昭島家を擁護する人たちっていうのは、まあ、全然触れないんですね。おかしいとかそういうことには触れないというかね、うん、まあ、そういうのはあるんでしょうけども、はいはいはい、でちなみにその昭島様っていうのは天皇陛下に対して大嘗祭は宗教色が強い行事だから国のお金で行うべきではないみたいな感じで発言してるんだけども、はい、まあ、自分の娘は宗教色が強い学校に行かして警備をつけまくって国の税金でまあ守ってきたっていう形でね、確かに、で挙句の果てには小室圭のようなめちゃめちゃな人間を連れてきたっていう形でね、うん、まあ、この辺がまあどうなるんだっていう形でまあ矛盾しまくってるというか、いやしまくってますね。で昭島家の疑惑っていうのはね、365日毎日新しいネタが入ってくるっていう形で、でとんでもない天皇家に関しては2009年から探してようやく一件っていう形で、うん、まあ、そういうレベルなんでね。いやそうですよね、これだけの差があったらね、よっぽどだから篠宮家がやばいっていう、なんかそれこそ最近ね、あのヤフーのねコメント欄でね、あのニュースポストセブンとか週刊女性プライムとかトースポウェブのエンタメ記事に関しては、はいはい、なんかコメントがねできないようにヤフーがしましたけど、そうですね、小室圭とか眞子さんとかそれこそ秋篠宮家が原因って言われてますから、そうですね、だからまあその秋篠宮を擁護しまくる活動家ですら、うん、まあ、擁護できないやつを連れてきたっていう形でね、いや、まあ、そんだけまあ問題のあるやつなんですけども、はいろいろと、まあ、その秋篠宮に関してはまあ疑惑が尽きないっていう形で、まあ、一応この間の、ね、なんかそのまた新しいネタなのかなって形で宮内庁人事で清子様が職員を辞めさせたみたいな感じで、まあ、アジアのケイちゃんとかが動画アップしてたりとかしてたからね、はいはいはい、まあ、どんな動画かなって感じで見てみたら、まあ、実際こっちのチャンネルでも5月8日とかにね動画アップしてる内容と同じ内容で、まあ、お茶の水の職員をまあ辞めさせたっていう形のまあ内容でしたね。ああ、なるほど。まあ、2018年まで企業戦略課の課長の人で、うん、まあ、筑波大附属高校に行ったからお茶の水職員は用なしっていう形でまあなったっていうネタでしたね。はい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 。まあひどい話ですけどね、まあ、なかなかねその小室圭とかが登場するまでは皇室とかの話題とかにもあんま興味なかったんだけども、うん、調べていくうちにね、まあ、全然ネタが尽きないっていう形で、いや本当ね、おかしな話ですよこれ。そうですね、うん、でしかもその小室圭が登場するまでは皇室特権という言葉もなかったんだけども、あ、まあ、そこから急に皇室特権という言葉が使われだしたっていう形でね、はいはいはい、まあ、いろいろとあったりとかしたんですけども、でまあ、最近のそのテーミス5月号とかでも、まあ、職員に対する態度とかもまあ書かれてて、うん、昭島様っていうのは移動するときとかに、まあ、警備は最低限にって形で要請してるんですけども、はい、訪問先とかで関係者がまあ誘導する動線とかをわざと外れさせて、まあ、別の道に行かしたりとか、まあ、するみたいで、ほう、でそれで裏の方に警察官とかがいたら警備が過剰だみたいな感じで難癖をつけたりとかするみたいですね。むちゃくちゃ、うん、まあ、それでなんかそのポーランドとかフィンランドを訪問した時には、うん、まあ、市民生活に影響が出るのを避けたいみたいな感じで、はい、まあ、政府専用機を、まあ、避けて結局民間機で行って、まあ、相手国にね2回も遅刻をしたりとかして迷惑をかけたっていう形で、まあ、この辺がどうなのかってところもあるし、もう、ね、まあ、逆にそれとは逆にね、その小室圭っていうのは政府に頼りっきりで
まあ、金銭トラブルの時には名誉の問題って形で、まあ、借金を否定している割には、うん、その国の税金で警備されたりとかサポートをしてもらったりとかしながらねしか生活できない現状に対してはプライドも何もないのかっていう形でね、いや本当まあ、矛盾しまくっているというか、全くもうプライドないどころかね、全部頼り切ってるんで、そうですね。しかもその試験以降は、まあ、全然外出をしなくなったから、ちょっとまあ関係者もね、まあ、心配をしてたら、まあ、単に夜遅くまで、まあ、ゲームをしてね、あ、うん、昼間はなんか寝てるだけっていう形で、まあ、それでまあ外出しなかったのかっていう形で、で結局その高い家賃の場所に住んでやっても、結局まあゲーム残敗っていう形 で、ねうん、でしかもそれでまあいいマンション用意しろとか、まあ、そういう形で言ってみたいで、ちょっとまあふざけてる内容なんですけども、で一応まあその日系人会とかがね、食事に誘おうっていう形で電話したら、まあ、奥さんがね、いいえ、いませんみたいな感じで、あ、まあ、自分じゃないような感じで装ったりとかしてね、はいはいはい、まあ、明らかに、まあ、眞子さんの声なんだけども、まあ、イルスを使おうみたいな感じで、ちょっとこれが、まあ、間抜けすぎるというかね、いろいろと、まあ、問題ありますけどね。やばい夫婦ですね、本当。うん、そうですね。あ、まあ、結構、その昭島県に関しては、他にもなんかいろいろとなんか、ズルをしようとしてるのか、久石様がね、まあ、筑波大附属高校に行ったんですけども、まあ、その筑波大学にも、その昭島様が、あ、日清製鉄の元社長の、小野俊彦氏を特別顧問として送り込んでるみたいですね。うん、で、まあ、その筑波大学っていうのは、その指定国立大学学校法人制度の、まあ、指定を受けることができるっていう形で、まあ、この辺で、まあ、忖度があったんだろうっていう形なんでしょうけども、はい、まあ、さらにその10兆円規模の大学ファンドも優先的に選考されるっていう形で、まあ、この辺がその裏金を作りたい放題のところにつながるのかなってことなんでしょうけども、まあ、10兆円規模だったら、まあちょっと作るぐらい簡単なんですかね。そうですね。ただまあその後に筑波大学が申請するときの、まあ、外国人学生の生徒数が水増しされていることが、まあ、発覚したりとかしたみたいですね。ああ、そうなんですか。まだそこも不正、うん、まあ、なんかこれもね、その坂本作と同じで、うん、まあ、認可された後だから、まあ後から不正が発覚しても取り消しなしみたいな感じなんでしょうけども、もうなんかもうめちゃめちゃなルールがいろいろあったりとかして、もうどうなのかなっていう形で、はい、まあ、なかなかね、その寄付金とかも10億円以上使ってるんでしょうけども、うん、まあ、会計監査されないからやりたい放題というかね、この辺の金がどっから出てくるねっていう形のいろいろまあ疑惑がまあ尽きないんですけども、なんとか会計監査できないもんなんですかね、本当。まあこの辺はね、なかなか、あ、どうなのかなって形で、まあ、今後ね、どんな展開を迎えていくのか、皆さんの予想も聞かせてもらえると嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。